こんにちは、鎮太郎関の吉田です。本日は、奈良県四季郡川西町湯崎にございますコスモスコート湯崎のご紹介をさせていただきます。こちらコスモスコート湯崎なんですけども、湯崎駅から徒歩、数分で来ていただけるワンルームの物件となっておりまして、単身の方におすすめしたいワンルームマンションでございます。こちらまず見ていただいているのが洋室になるんですけども、非常に広々とした洋室となっております。そうですね、10畳弱ほど体感的にはございますね。これも響いていますね。かなり防音効果が高い証拠だと思います。バルコニーもしっかりちゃんとついておりまして、こちらこのようにですね、竿をかけていただくと十分干していただける仕様となっております。またワンルームですので設備も充実しております。こういったエアコン1台ご準備させてもらっております。またこちらもちょうど角部屋のタイプになるんですけども、他の中部屋はないんですが、このような窓も1つついております。またこのようにですね、姿見付きの収納があるのも特徴です。こちら収納を開けていきますと、よいしょ、中はこのように非常に大きなクローゼットとなっております。またこちら特徴なのがこういったチェストですね。こういったものも元からついておりますので、ちょっと下着入れていただいたりですね、 T シャツ入れるのあたりは非常に便利なチェストだと思います。キッチン周りもですね、非常に広々としております。2口のガスコンロついております。お料理好きの方にはたまらない設備ですね。このような、換気扇、レンジフード付きでしっかりしたものをご準備しております。収納もですね、このように上と下たっぷり取らせてもらっております。単身でお住まいいただいて、これで足りないってことは、まあ、まずないと思いますので、ご安心いただければと思います。冷蔵庫を置いていただくスペースや電子レンジ、食器棚等を準備いただくスペースもしっかりとっております。かなり広々したキッチンですね。こちら玄関入ってすぐのところになるんですけども、ウォシュレット付きのトイレ、こちらにもですね、姿見、こういったところに鏡がついております。玄関周りもすっきりしておりまして、タバコを上と下準備しております。しっかり使えそうですね。こちら入ってきますと、まず入って一番奥、洗濯機置き場となっております。こちらが、シャンプードレッサーですね。続いてこちら奥、こちらがお風呂場となりまして、浴室乾燥機付きのタイプとなっております。非常に使い勝手良さそうな間取りですね。こちらの新宿川西町にはですね、ワンルームタイプの物件非常に少なく、こちら希少価値の高い物件となっております。お仕事で転勤の方や、新しくこの辺りで一人暮らしされる方に大変お勧めしたい物件となっております。詳細等はですね、当社ホームページでご確認ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しをお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。